ちは山下です、今回はねドラゴンポーカーで、レイドボスが今襲来しているというわけで何をしたんやレイドボス。そうまだそうだよ。いや普通にやったんや俺は。レイドボスが、来てるんで今からレイドボス行きたいと思います。はい。初めてなんですよレイドバトル。何やのどういうこと。いや分からん。だからとりあえずもう全員多分レイドイベント第1弾世界を滑る森林マルクとドラゴン、一応なんか3体、僕やってなかったんで勝手になんか倒してて、でも全員倒してると思うんでこれでレイドバトル。ログインしよう。ログインっていうかその一回入ってよ。入らないもったいない。え入ってよってここもう入ってない。入らない俺は入られへん。レイドバトル行くわ。出てきた。何これ。あ終了まで3分。これが恐竜どうぞ。何級行くこれ。鬼級。まあ一番下行ってもいいけどな。え一番下行くん。琉球行ってんじゃん。琉球行くわじゃん。神竜襲来。これってあれなん。ちょっと待ってこれ全員で倒すってことは関係ないんかも。いったんやんか。これ普通に俺が入ったらフレンドで入れるとか。いきます。いってください。え、なんか勝手に入っとうから入っていってくれ。入る。なんか変な。入る。なんかあと2人しか入られんから。恐竜レベル250だよ。これ発見できません。マジで。リアトマ、リアトマじゃなくフレンドで。あ、変だけど神竜襲来したぞ。いや、それ一緒やな。俺行くよとかに今フレンドで入ってくる。ほら、乱入。ほら、3が。あーし入ってくる、早く。フレンドやな。250レベル俺やんけ。いや、だから多分これやばいね。多分相当やばいダンジョンっぽい。え、日本の250レベルやっかも。6、8、8柿の外し。いけ欲しいよ。お、フラース来た。これやばそうだね。フラース。で、これ CPU って書いてあるんだ。CPU って書いてあるところに、名人の光が入ってくるって感じだな。だからチームでしてはもう最強のチームやもん。250ってなんだな。プレイヤーやな。他の人は俺らみたいな。ああ普通に。そうそう、プレイヤー同士でこれ協力してやるから。俺いけるやろ。ペッ。何度何やこれ。恵まれた弱いからな。懐かしいなこいつは。ヒートドラゴン、ベビードラゴン。ああヘビーやけどなこれ。まあええやんか。どっちでもちょっとぐらい。いや大事やん。ベビーでもヘビーでもベビーみたいな顔してたやんこいつ。前さんの前残ではちゃうやろ。全然ちゃうけど前残なんか言うやつおらへんやん。前残ヘビードラゴンのベビーやったら若干見間違えるけど前残なんか言わへんやん。前残残ってしかもこのヘビードラゴンあれやな。お腹に目あるやん地味に。ほんまやな。ベビーやなこれは。どっちが顔なんでしょうか。90。うえいいねいいね。まあ9やろこれ。9しかないわな。みんなの出してきたな。10したるわ。10じゃないかな。ないです。9ゲ。まあ3カードか。3カード。まあえんちゃん3カード十分やろ。わざわざちょっと見せんのか。わざわざ基本全部ちょっと見せんの。そうなの。実は OKOK。 OK。 あ、ラッキーラッキーラッキー。とりあえずしといてくれよ。あらめいてあげたいな。覚えるよ。シャッフルが常識やで。ダメージ。はい。まあ常識やけど、いや久しぶりやだちょっと変かな。言い訳になりません。そこです。なるんです。久しぶりやとかないで。ハッキードラゴン。やるで。いやあるドラゴン。ああどうしよう。豪華。マジに近いじゃん。豪華。まあ6やろなこれは。5678。5678。9ま。7と9どっちかやな。倒せるやろな、これ。このステージ初めてやから。のハートが回復。あ、ソフィア。ハートが回復で、それで、この。そう、やめろ、怒りとかやめろよ。ザンとか、月とか、いろいろ属性があるやん。あ、基本的に。はい。その属性をつくみたいな弱いやつが。ボスとかで、それどれかに弱いから、基本的に。ボスやな、これ。なるほど。どんなやつなんでしょうか。ワーニング。 SP ブーストやから今、うん、うわぁバハムみたいな。うわやばいやばい。マルクトドラゴン274レベル。音かっこいい。絶対やばいよこいつ。こいつ水なんや。俺モリ持ってってへんな。ザおめえ来た来た。これこれ一括発動したら上がって8ですか。えあ、A で8やって。8石やってよ。くさぁこのメルプリンスっていうのは合体するやばい。で最初にスキル発動したと合体するから雑魚やと合体したらもったいないわけよ。ああ668。あストレートでいいかな。当たり前フラハスでもよかったけど。どこにフラハスあるんじゃん。8ある。いやフラハスそろいにくい。5やな。いけいったらんかい。
ルにこれダブルガッチャやばい、あやだおダブルガッチャやだおダブルガッチャやばいな、うわ250レベルやっぱやるもんちゃうわ、勝てる、そこ勝った、弱すぎる、あの真ん中誰や、デスボールや、うわ強っ、えおー能力上げやがったなあいつ、今半分も俺削ったから7万で飛行中全然クラッチンかと思った、10万ぐらい買った今、あいつが一緒に20万ぐらいやばいやこいつ絶対勝つ、こっちかっこいいラストやな、12やろな、いや9かおい、12の方がいいな、12の方がいいな、いけとりあえずそれでいいよ、いけエリエル、ただこれ火やからな、待てよ目で離せなもん、オッケー、ええぞええぞええぞ、おぉ10はい来ましてない、来ましてない、はい来ました、あエース来ました、はいオッケー、これこれでただエースあれやろ、意味ないな、次のヤクソのことが大事だから250レベルの人は基本的には出せよ、10、まあ11、12、5つの選択肢あるからギリできたらやっぱあれやな、強化系がやな、強化系というか、おっとまさかの、うわまさかやな、デキュートいけ頼む頑張れ、全体がレベル本物だからあんま食らう、おあんま食らった、キーボードさ、なんかうわこれ地味に上げていきようかな、パラメーター回復系欲しいな、まあ、誰かおるやろ、はい回復きました、はいお疲れ様ですか、オッケーオッケーオッケー、はいアテナ様です、あれでも絶対発動するやろ、2、2か2やな、回復系モニカ完璧やな、オッケーオッケー完璧、さあはいもう最強サンタモニカや、これでもどっちか行ったからもうラストできるやろ、全開どっちも2やからもう全開行くな、全部2で行くな、ちょっと鉄壁つくやろ、こいつでもかっこええな、でもこいつ買ってなんか貢献度かなんかもらったら手に入るな、10さすがや、10、10、10、オッケー、10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 、
頼む。うわー、怖かった。まあまあやばいよ。まあ回復すればこれ、まあ大丈夫だ、何でも大丈夫。鉄壁、鉄壁。よっしゃー、オッケー。で、ここで理解復、ゆふー。これでかいな。めっちゃいいな、これ。けど、まだ理解復、きっちり。ピッチルつけてますさげな。まあ、モリカあれやな、全体化してへんかったらあれやな、ストレート以上じゃないと発動せへんの。そういうことやな。え、なにこれ。え、回復源。うわ、マジで。うわ、回復した。結構回復しようだよ、こいつ。しかもこいつ、パラメーでどんどん上がっていけばから、やばい。全部三三三あるこの。いけ。ラゴラゴこいつや。いや、もうこいついったの。強いんだよ。いや、でもいけるで、こいつ。くさやから。頼む頼む。弱そうな顔してんけどな。ガンハドやん、懐かしいな。ほっとけな、ガンハドこれ。11か。いや、まだやな。頼むわ、ちょっともう、メルクリウスを。9、10や。8、9、10、11。あえてこっち攻めよう、攻めよう。6か10やな。シャッフルか。ないな、シャッフルや。まずい、まず7出よう。キノコ出しとったよ。ワンペア、まずいとこへ。うわ、ハトさんがた。うわ、出てください。うわ、こいつやっぱ守備高いと。キノコ出したの。もうだってあれしかなかったもん。いや、そうやから俺はミニストレート。3万50円。もう行くわ、俺貸したいから。すごっ。10円こいつやばいやろ。3万くらいだよ。こいつ攻撃力アップしてないんだもん。333やん、こいつ。みんなすぎるな、これ。あ、カードがあかんわ。ブラックベアとかほんま弱いわ。出すしかないな。ブラックベアとかスキル発動する意味ないで。あれそしたらメルクリとか邪魔になるで。あ、そうか、うん、だからそれ一番やったな、これ。一番じゃない。いや、一番やったな。それやることでだいぶザコいからほんまに邪魔になるで。まあ、やめろか、ほんま。だってブラックベアダメで当たりでも3000ぐらいの山、あ、山やで。3000を増やしても一緒やで。556フルハウスしてほしいな。ほら、これだいぶ強いな、こいつ。最低限だから。あ、来た、6や。スキル発動した、これ。アメデリア、こいつあれやろ、能力アップや。フルハウス、ランマル結構いくんじゃん、これ。いかんやろ、ランマル。ランマル弱い。め強いけどな。オキテッペンついた。でかいな、これ。防御力2。ブラマーが結構強いよ。ミス全然上がんな。
強えやんけ、うん、まあ、俺勝つとかな、お前さんデスボールやん、変えます、まさ上げていったもんな、こいつやばいな、マルクス、こいつやばい、田中のマルクスツールやばいな、田中マルクスツールよ、うん、やばいやばい、タラムもあいつ、これ火か、これ、これ火じゃ、田中に火よ、これ火っすか、これは火やな、このカード、火の分からへんわ、4やな、6引きくれ、6お願いします、666この音楽やばいな、マルクとドラゴンス、お回復や、6が来てくれたら熱い、赤の6来てほしいな、ストフラ強いからな、おーでもベルフィ、ベルフィ来た、これ下のダメ出したこれ、うわっ、下のミストでこれミストな、ミスト、え、でも4万、あ、でも熱い、勝てない、オッケー、残に弱いよこいつ、そうやな、だから今残のあれなんや、多分残に弱いよ、先発やったよ、残の非常に弱かったもん、あ、だからランマル強かったんか、残のめっちゃ強かったな、そうか、一番トリューポイントゲットした、トレーじゃもらわれへんかったやん、トリューポイントか、なんなんや、トリューポイントって、これ結構鬱陶しいボスやったな、攻撃力ポイントが何かって書いてたら、小技は全くないけど、ただ攻撃で728点、お、10番の獲得まであと2800点、レイドポイント7000ポイント獲得、終わった、分からんな、毎日でもそのレイドポイントっていうやつが先場どうでしょうやん、レオニダス、レオニダスってあれやろ、あのワニみたいなやつやろ、モンストのレオニダスやろ、それルシファー、マルクドラゴンまだ HP 減ってんやん、新坊さん誰ごらん、ごらんしな新坊さん、え、だからでもええやつ出たわけ、めっちゃ選抜やけど、ルシファーやで、前で選抜ルシファーやったもん、サフィーもええしな、モニカもサフィーもベルゼブルも、俺ルシファー欲しいねん、あ、これも今回ええやつ多いな、絶対引くべきやろ、俺しかもあるし、ハムハン、ハムハン、ハムハンやええで、火もええし、ハムハンは強い、ハムハンは出よう、メニュー席ある、あるやろ、13個あります、何でもない俺引くわ、じゃあまた次回、全然ないだろ、レイドボスでも強かったな、あいつ、まあ普通だけど結構そうやな、デスボールみたいなって、まあ次もう一回行きたい、前さんちょっともうちょっと補助系欲しい、欲しいとかやな、補助系サフィーとか、うん、モニカ、あ、モニカドリアル、そっち系いるわな、ほんまに攻撃系に正直いらんからな、あんまり、いやでもあれじゃん、ルシファー欲しくない、俺、いや、しかも俺ウンディーナ持ってへんからな、俺全体から、あれあんまり意味ない、ウンディーナやったらなんで殺しちゃうだけやんの、じゃあやっぱ俺緑引いた方がいい、引いた方が強くなるから緑の方がいいやろな、モニカとあいつどっちが引いたらほんまに戦力アップベルゼブでもええもんな、下で、まあ強なるんって考えたらやっぱ緑やろこれ、俺ら今足りんやっぱ回復とか補助やろ、デッキちょっと確認させて、アタッカーなんか取りきかねえ、デッキ4、5枚だったらもうそれでええやろ、結構補助が大事やからなこれ、水がこんな感じやんってこと、いや、ええやろ十分、別にそれでドンファールとかいらんわな、いらんなこれ、ベルモットとドンコアラをどっちも補助に変えれたらだいぶ強なるやろ、うん、ベルモットとドンコアラ弱い今の、ブラックベアだな、ブラックベア弱いわな、でもルシファーも欲しいな俺、かっこいいから、まあ10年やっていいんちゃうか、そうやな、10年やるわ、はい、というわけで今回はまあレイドボスの、マルクとドラゴンと、戦いました、まあ琉球だったんですけど、まあ結構強かったですね、まあ、レイドボス、これからまあ時間があれば本当にどんどんレイドボス戦っていきたいんですけど、本当にどんどんレイドボスと戦っていきたいんですけど、あんまりできてんかな、レイドボス、本当にどんどん、本当にどんどんすごい次はね、またガチャ10連ガチャはね、ヒッチャーと思ってるんで、ぜひガチャ久しぶりなんで、見てもらえればなと思います、はい、というわけで今回は終わります、ありがとうございました、ありがとうございました。